田といえば、先ほどマリノスの佐野さんからも名前が挙がっていました。早速取材班は前橋育英へ。精悍な面構え、これが噂の松田直樹です。課題も申し分なし。松田の持ち味は競り負けないヘディング、1対1の強さも評判です。アンダーナインティーン日本代表でのポジションはセンターバック。でも守るばかりじゃありません。ナイスゴール。攻撃に参加した時も非凡さを見せる強靭なディフェンダーです。特に攻め上がった時とかは目立つと思いますし、守りの面でほとんどヘディング負けることはないと思うんですよね。彼のヘディングは見てもらいたいですね。取材班が訪ねた日、ちょうど仙台育英学園との練習試合が行われました。その時、松田に注がれる鋭い目あり。そう、Jリーグのスカウトたちです。練習試合だというのに寒いのに3人も、これはすごい。松田家の最近のお茶の間の話題はもっぱら息子の将来とか、Jリーグからの誘いはなんと10チームに上り、どのチームに入るのか悩みの日々が続いています。ファンとか彼女とかそういうのは固定の人はいないですけども、やはり電話が来ましたりファンレターが来たりっていう感じで、心配の部分はあります。ここで松田のスタミナ源を発見。お母さんの手作り特製スタミナジュースです。牛乳とスキムミルクの中にキャベツでしょ、みかん、いちご、トマト、セロリ、バナナ、人参、それからリンゴに足束、キュウリ、まあいろいろ入ってますね。そして決め手がきなこ、効きそう。これを松田は3年間毎朝飲んでいます。どうかな、味は。まずいっすね。さあ、高校サッカー生活の総決算選手権です。彼の決意を聞いてみました。前橋育英高校はまだ全国じゃまだ有名じゃないんで、自分も入れて、だから自分の名と、なんていうんですか、高校の名を全国に知られるように頑張ります。とりあえずオリンピック日本代表が夢で、そのもし本当に実現できたら、もう世界とかの行きたいですけどね。